ドルストレート3ペア3通貨はユーロドル、ポンドドル、5ドル、米ドルの順番で解説をしていきます。雇用統計を、ね、受けましてユーロドルの方は一気に吹き上がる。 ポンドドルも直近の高値に迫ってきたということでユーロとポンドは絶好調ドルの資金がしっかり流れてきたしかしながら5ドルベイドルに関しては多少ね戻ってきたんですが今までの下げが厳しかったのでまだね上方向で見れるかどうかというのはこれからの動き次第というところでございますの、ね、で順番に解説をしていきましょうまずユーロドルからいきますが長いレンジが続いておりますね 下は1.1275ぐらいですね。このあたりでサポートが入っているところ。そして上方向は1.1375と、その下側の1.1340ぐらいですね。こういったところでレジスタンスラインが出ているというところでございますが、金曜日の雇用統計を受けまして、ユーロドルは一気にこの1.1340、今週の一つのレジスタンスラインを抜けてきたというところでございますので、 1> ここ1.1375に再度ね、アタックチャレンジ。ここを抜ければ上昇トレンドに本格的にね、乗っかってくるというところでございますので、ここは一つね、ロング目線で攻めていっても面白いかなというところでございます。ただね、レンジはまだ抜けておりません。トレンドが出ているわけではございませんので、もちろんね、ストップロスは入れるということは、当然のようにね、考えていただければと思います。それでは具体的なポイントを見ていきましょう。 こちらね、1.1340ね、サポートレあ、レジスタンスですね、レジスタンスが出ていたところでございますが、まあ、せっかくね、ここの部分抜けましたので、過去のレジスタンスラインはサポートラインとして機能する。まあ、これが効いたらですね、ロングを取っていただくのがよろしいかと思います。基本的にはこちらね、移動平均線もこれから上がってきますので、移動平均線及び1.1340ですね。 ここの上側で押し目が浅くて、一、えー、回ね、陰線から陽線が出てきましたら、ロングを取れるチャンスかなと考えております。えー、こちら一気に吹き上がっておりますが、えー、本格的にね、えー、この上昇するためには、一回押しがないといけない。そのの押しの、えー ところと言いますののは過去のレジススタンスライン、ラ、ま、イ、あ、こういったところでもね、レジスタンスサポートが入っておりますが、まあ、ここを下回らないところと移動平均線24を使っておりますが、この上側で陰線から陽線に切り替わるところがあって、初めてロングを取ることができるからと考えております。 もちろん、相場には絶対はございませんので、このような押し目が浅くてロングを取った場合でもですね、この1.1340を割り込んでしまったところ、そして移動平均線24も割り込んでしまったところで、ストップロスをね、入れていただくというのは必要になろうかと思いますので、こちら、ロングを取った場合は、1.1340の下側でストップロスをかけておく。そして、この1.1375をチャレンジしますね。こちらの方が前回は上髭で終わっておりますが、 ここのところ1.1375を上髭ではなくて実体ベースで抜けることがあればそれはまた追撃のロングのパターンかなと思いますのでこういったところはね一段階でまずは押しが浅ければロングを取りつつこれはね上方向完全に上髭ではなくて実体ベースで抜けることがあればまたロングを組むというところで追撃の準備もしていただくそしてここのところをね抜けてきますと かなりね、上方向には真空地帯が出ておりますので、ここ1.1375を抜けてきますと、1.14、1.15というところでね、青空が広がっておりますので、今まで長らくね、下落してきて続いておりましたユーロドルのレンジ相場が、やっとこれでね、終わる可能性があるというところでございますので、一回ね、その高値付近のチャレンジもやっていただければと思います。 もちろんね、このレジスタンスというのは強力なので、そこで跳ね返されてしまうかもしれませんが、そういった時は、同値撤退、もしくは、損切りをしていただくというところのね、措置が必要だと思いますが、ここの青空が広がっているところを狙っていきますと、リスクリワード的にはね、かなり大きく取れるんじゃないかという部分でございますので、ユーロドルはレンジのね、高値付近にまで来ておりますが、 このレンジが継続するかどうかは分かりませんが、ブレイクしたらね、えー、果実は大きいというところでございますので、一旦1.1340の上側での陰線要線でロング。そして、明確に抜けたところで追撃のロング。これでね、一気に伸びてくれれば、えー、狙うことができるんじゃないかなというところ。そして、1.1340を。 下回ってしまった場合は、優位性のあるトレードができないということで、またレンジ相場になりますので、ここの部分はトレードしない様子見というところをね、心がけていただければよろしいかと思いますので、よろしくお願いいたします、はい。以上でね、ユーロドルの解説を終わりまして、続きまして、ポンドドルの解説に入っていきましょう。 ポンドドルの方も、これはね、こちらはレンジ相場ではなくて、先月の中旬以降ですね、大きくポンドの方が買われている。まあ、ドル以上にというところがね、このポンドドルを見ていただいてもお分かりかなというところでございます。そしてね、直近の高値1.36で跳ね返されたんですが、金曜日の雇用統計を受けまして、再度高値付近まで戻ってきた。 ここういったところで、ね、今までのレジスタンスライン1.3550、ここでレジスタンスがありましたが、ここの部分も三角フラッグがありましたが、ここを上抜けしてきたということで、ここは、ね、大きく上方向のブレイクチャンスというところでございます。 基本的にはね、こういう状況であれば、押し目をつけて、1.1350を下回らなければ、またロングというところでね、よろしいかと思いますので、これもね、具体的にチャートの縮尺を変えて、ポイントを見ていきましょう、はい。このような形でね、ダブルトップにも見えるんですが、これはね、押し目が浅ければ、ロングを取る。前回はね、この1.136ですね、ここのところから、まあ 全戻しというかね、さらに下げてしまったという経緯がありましたが、もう一度チャレンジが来ましたので、今度は移動平均線24、これもね、上がってきておりますので、この上側でしっかりとサポートを受けることができれば、もしくはですね、この三角形のフラッグがありましたが、ここがね、過去のレジスタンスラインとして機能しておりますので、ここもサポートになりやすいので、もう一段階下げたとしましても、 えー、この1.3550、ここのところでサポートが入れば上方向に行く可能性は強いということで、第一パターンは移動平均線24、ここの上側で陰線要線でエロングを仕掛けていく。 そして、えー、この1.3550。ここのところでもサポートが入ったら、えー、ロングを取ってもいいのかなと。えー、過去の、えー、レジスタンスはサポートになりやすいというところでございますね。こういったところで1.36を抜けていけば、大きな利益につながるんじゃないか。そして、1.36を明確にね、上髭ではなくて、明確に上回った場合は、いずれにしてもロングを追撃する、まあ。利益が乗ってると思いますので、そこの追撃をすることによって、よりね、えー、大きな利益を得ることが でできるかなと思いますので、えー、しっかりとね、えー、この1.36 <laughs>、失礼しました。えー、ここを抜けたところでも追撃することによって、えー、上値の方はね、これ見ていただきますと、えー、真空地帯が広がっているというところでございますんで、えー、ここの抜けていきますと、えー、リスクリワード的にはね、下に行くよりも上に行く伸びはね、かなりでかいんじゃないかと思っておりますし、今、ショート勢がね、非常に苦しんでいることを考えますと、 この1.36を抜けたときにはストップロスの買い戻しが入りますので大きくねまたビョンと伸びるケースがありますのでしっかりとねこのタイミングでロングでデイトレで稼ぐというのはよろしい選択かなと思っておりますただ相場には絶対はございませんのでこのあたりですね1.3550を下回ってしまった場合ですね この場合は少し優位性がなくなってしまう。まあ前回のようにね、また下がってしまうかもしれませんので、こういったところではポジションは取らない。あくまでも移動平均線24の上側か1.3550の上側でサポートが入った場合のみロングを取りつつですね、1.3550を割り込んだ場合はポジションは取らない。こういった形でね、あのー、想定通りに動いた場合に、 えー、ポジションを取るというところ想定と違った動きをした場合は、えー、ポジションを取らないというところがね、えー、よろしいかと思いますのでこれも一つの意見として参考にしてください、はいえー、以上でねポンドドルの解説終わりまして、えー、ドルストレートの最後は5ドルベイドルで締めていきましょう5、はいえー、ドルベイドルは他の通貨に比べまして、えー、非常に弱いというのがね、えー、お分かりだと思います 今まではレンジ相場ということで、まあ、こういったね、レンジを囲ませていただきますと、はい、こういった上の方のレンジがあったり、中ほどのレンジがあったり、ちょっとね、このあたりは、ね、レンジブレイクをしてしまいましたが、えー、大きくね、また、このあたりのレンジに収束をしてきているかなというところでございます。 ゴードルはね、ゴードル円の解説でもお話ししましたが、非常に弱かったんですが、ただこのゴードルベイドルがね、えー、急激に下ヒゲを伴って反発しておりますので、まあ、実際ね、この0.7150、まあ、割り込んだら走りますよというところだったんですが、一旦下方向に走った上で、急激なね V 字回復してきましたので、まあ、こういったところを考えますと、 5ーードルベイドルは大きな下ヒゲからの上昇ということで少しばかりねえこの下げのえレンジの方はねえ1回はとどまったかなと考えております、まあ、しかしながらねえこちら上値も重いというところでまあ大きく見ますとねこの0.72よりか上側ですね このあたりでロングで捕まっちゃった人たちがまあたくさんいるというところでございますので、積極的に上がろうとしますと、それはね、大きく売り圧力にえ戻されちゃうかなというところを考えておりますので、こ,このあたりはえズバリね、私のこれはあくまでも予測でございますが、0.72から0.7150。 ここのところのレンジで動くんじゃないかなというところを、えー、想定しておりますので、まあ、あまりね、積極的な、えーねえー、ロングを取るとかショートを取るというところではなくて、まあ、50ピプスほどでございますが、このあたりのレンジを動くんじゃないか。えー、今までもね、えー、5ドルベードルに関してはレンジ相場が、まあ、結構ね、長かったというところもありますので、まあ、ちょっとここはね、トレンドが出てしまいましたけど、はい。 またここからね、えー、少しばかり下げ止まった感があるのと、上値が重いというところから、レンジ相場を想定する。まあ、これはね、50ピプスの間でというところでございます。まあ、これもね、あくまでも想定でございますので、絶対ではございませんので、しっかりとね、逆張りを狙っていくというところでございますが、 ショートの場合は0.72を上抜けたところでストップロス。そしてロングの場合も0.7150を下抜けたところでストップロス。こういったところはね、必要になろうかと思います。それでは縮尺を変えまして、具体的に見ていきますと、こちらの0.7200ですね。ここの部分から0.7150。ここのレンジを想定しておりますので、 しっかりと0.72に近づいたところで、要線から陰線に切り替わるサインが出たところ、1時間足の平均足でございますが、ここを出た時には、ショートを取りながら、20ピップスから30ピップス狙っていく。 そして0.7150ですね。この付近まで下げて、陰線から陽線に切り替わるところがあれば、あくまでもね、切り替わってからでございますが、ロングを取る。これでもね、まあ20から30、30はちょっと難しいかな。20から25ぐらい狙っていくというところでよろしいかと思います。もちろん相場には絶対はございませんので、まず陽線から陰線に切り替わったことをしてから確認で、確認をしてからショートを取るんですが、もちろん0.72の上側でストップロスを置いておくこと。 そして、こちらもね、陰線から陽線に切り替わったことを確認してからロングで入るんですが、もちろん相場には絶対はございませんので、0.7150を下回ったところでストップロスを置いておく。えー、このようなね、レンジ相場、50ピプスではございますが、やるんであれば、えー、しっかりとね、えー、トレンド転換を確認して、そして、えー、ストップロスを入れてというところがね、必要になろうかと思います。 私自身はね、レンジ相場あまり好きではないので、やらないという選択肢をね、取ると思いますが、レンジが好きな方はぜひね、こういったところを意識してトレードに臨んでいただければと思いますね。よろしくお願いいたします。はい、以上でね、ドルストレート3ペア3通貨の解説を終わりまして、最後にね、新興国通貨とゴールド相場、金相場について解説をしていきますので、新興国通貨見ていきましょう。